はい、お疲れです。えっ、ー、と、明日、アメリカのシカゴ大会行われますんで、まあ、今日その直前、前日なんで、全、えー、試合結果ですね、えー、これを発表します。はい、えー、まあ、僕が考えた全試合結果です。はい。 で、ま、まあ、またいつも通り、あの、まあ、別に攻略本とかじゃないんで、まあ、無料ホットペッパー、無料カタログ的な感じで、あの、よかったらご自由にお取りくださいスタンスなんで、はい。まあ、そんなレベルで聞いてもらえればなっていう感じですね。はい。ねでは、早速いきたいと思います。はい。えー、第1試合、え、あ、第0とかその辺ちょっと省きますんで、はい。えー、第1の鈴木みのり対成田、えー、8分、成田のあの、フェイスバスター。はい、以上です。 うんまあ、これはね、あのー、まああっさり鈴木みのりが負けるっていうのが、もうなんかすげえ浮かんでくるっていう、そんな感じですね。で、第2試合のストロング女子、ステファニー・バッケル対安住。はい、えー、まあステファニー・バッケルでしょうね。はい。で、えー、第3のストロングの 4A。うーん、まあ、どこ勝ってもいいよね、的な感じなんですけども、まあ、参戦する頻度とかその辺も考えたら、ヒクレオ・ファンタズム防衛部なんじゃないかなっていう感じですかね。 正直 TMDK が報われてもいいかなとかって思ってたりするんですけども TMDK がベルトを新日本で初体験するんだったら IWGP タックの方がいいよねみたいなそんな感じなんで TMDK の悲願のベルト体感このストーリーはもうちょっと先に取、はい、っておきましょうかっていう、まあ、そんな感じでヒクレオファンタズム防衛っていう感じですかね、はいね第4のスペシャルシングル海野対ジャックペリーえ海野選手勝利、はい、で、えー、ムスタワーアリ対ヒロム もうこの際だからヒロムちゃん負けようぜ。うん。ヒロムちゃんはもうとことん負け、負けちゃおう。はい。なんでムスタファーアリの勝利でいいんじゃないっていう感じですかね。はい、以上です。で、次、第6のライオットルールズマッチ。エディキンとゲームの、えー、8人タッグゲーム組が勝ちそうかな。ま、あそんな感じですかね。でね、僕ちょっと密かに期待してる、密かに期待してるのが、ワンチャンこれゲームのパートナー、コグリン来ないかなっていうのを、 まあ若干期待してるっていう感じですかね。まあこれ、こう思ってる人、少なからず僕以外でもいると思うんですけども、もしかしたら、ここにサプライズで登場、んそれをかすかな希望で、はい、僕は思ってるっていう感じですかね。はい。まあそんなところですかね。で次、第7、えー、マット・リドル対ザック。これは引き分け。はい、そんな感じです。どっちも、 んなんか、ザック対マットリドルはね、ここで勝敗はつけちゃダメな感じがします。はい。まあ、ここはドローです。はい。で、セミが石井対ニックネメス。えー、ニックネメスでしょうね。はい。まあ、そんな感じですね。はい。で、こっからちょっと長くなりますね。えイ、ー、メイン,メントのナイトロー、内藤哲也対モッサン。はい。これ、僕、数日前には、 この勝敗は、もうほんと半々です、とえいうふうな形だったんですけども、今直前になって、僕の中でもうここの見方が変わりました。割合的に73、はい。73ぐらいの割合になりました。はい。お前結局な、なんだかんだで73の割合ってなんだよ。ずるくねえかとかって思った人ないたらごめんなさい。はい。まあ、そんな感じですね。で、え、まあ、これの勝者、ズバリ。 内藤選手の防衛。はい。というふうな感じが僕の見方、7。で、モッサンが勝つ確率が3。まあ、そんな感じですかね。はい。僕も本当、直近まで五分五分だったんですけども、ちょうど昨日モッサンのこの IWGP 戦に向けての,そのインタビュー動画、流れてて、あれこのインタビュー動画、流れたってことは、んこれ、モッサン、負けてもいいんじゃな、ね、いみたいな、なんかそういう目線に変わったんで。 うん、なんで、あ、内藤選手が勝ちそうだなっていう、そんな感じになりましたね。はい。で、まあ、もっと細かいことを言うと、内藤選手が勝つ根拠。はい。その辺をまたざーっと喋っていくんですけども、えー、まず、今回、内藤選手は防衛します。はい。で、これ前言ったんですけども、本来であれば、この IWGP 戦は、組まれる予定ではなかった。これが僕の見解なんですよ。本来の予定では、今回はノンタイトル。 ノンタイトルであれば、モッサンド勝利。そして、後に、内藤対モクスリーは、フォービドゥンドアで行われる。で、まあ、細かいことを言うと、えっ、ー、と、4月の両国では、フィンレイに内藤選手はベルトを取られている。なので、ベルト取られているから、必然的にこの内藤・モクスリーは、ノンタイトルでやる形になる。で、後に内藤選手は、大阪城ホールで、フィンレイからベルトを取り返す。で、その後の6月のフォービデンドアで、 えー、おそらく初防衛戦ですね。初防衛戦がジョン・モックスリー。これを AEW のフォービズンドアでやる。そうすることによって、ナイトモックスリーは、ここ直近の星調整はイーブンにするっていう、その展開だったと思うんですけども、ただフィンレイの欠場によって、そのプランがおじゃんになった。はい。で、急遽これが IWGP 戦になった。まあ、シナリオ変更によって IWGP 戦に今回になったっていうような感じなんですよ。で、僕が改めて考えていくと、今回はナイトモックスリーは、 内藤選手が防衛します。はい。ここで内藤モクスリーっていうのは、本来2回やる予定だったんですけども、え1回分に短縮させられる。はい。内藤モクスリーのストーリーはここで終了する。はい。っていう風な感じですね。で、後に内藤選手は、ここを防衛して、多分、大阪城ホール。うん。そこでフィンレイとの防衛戦をやる。で、フィンレイに防衛する。そして、 えー、そのまま IWGP 王者として、フォービデンドは G1 ま,、えー、までに行くっていう。まあそんな感じになるかなっていうのが、僕の中で、えー、今出た見解っていう感じですかね。はい。本来の予定であれば、一旦フィンレイにベルトを体感させて、フィンレイの白付け、フィンレイを S ランク昇格。まあそのプランだったんですけども、フィンレイが欠場してしまったことによって、フィンレイに体感をさせることなく、 フィンレイの体感させるっていうプランはカットして、一応形としてフィンレイ・ナイトは大阪城ホールでやるっていう。まあそんな感じってどうですかね。まあ要はフィンレイは欠場さえなければ短期間ではあるものの IWGP は体感していた。ですが、欠場してしまったことによって IWGP を体感する機会は失ってしまった。でも一応形として本来の規定通りのナイトー対フィンレイは行われる。 はいまあ、そんな感じの流れになるかなっていうのが、まあ、僕の今のところの見解っていう感じですね。はい。まあそんなところで、まあ一応ね、このプランであれば、す、ま、べ、あ、てがこうスムーズにいくっていう感じですかね。フィンレイのベルト体感っていうのを今回省いて、そのまま内藤選手の防衛ロードを突き進んでいくっていう、まあそんな感じの流れにシフトチェンジしたのかなっていう、まあそんなところですかね。はい で一、まあ、つ、これデメリットがあって、今回、この内藤選手が防衛した場合ですね、ああと大きいデメリットとしては、フォービデンドアでのやる予定だったカードが1個なくなるっていう風な感じですね。はい、なんで、まあ、AEW に、えー、AEW の機嫌を取りながら、ちょっとカード変更の依頼をするっていう、まあ、そこがちょっとデメリットかなっていう、そんな感じですね。はい、だから、分まあ今頃、最も前の段階かもしれないですけども、 誰かしらが AEW 側に連絡して、で、まあ、トニーカンあたりが、おー、残念ですね。内藤・モクスリーができないですね。じゃあ、とりあえずのハングマンページでどうでしょうかハングマンページ対ナイトテツヤで IWGP 戦やりますかみたいな、多分今こういう流れになってんのかなみたいな感じなんで。なんで、4ビデオノアでは内藤対モクスリーは、 急遽、えー、キャンセル。で、まあ、AEW 側があ出してくる挑戦者で、とりあえずのハングマンページあたり、なんかその辺である程度検討されてんのかなみたいな、まあ、こんなのをちょっと勝手に思ったりっていう、まあ、そんな感じ,感じっていうのが、うんまあ、僕の見解という感じですね。はい、まあ、そんなところです。はい はい。まあ、っていうふうな感じが、えー、僕の明日のシカゴ大会の全、えー、試合結果の、えー、展開発表っていうふうな感じですね。はい。で一応僕テレア加入してるんで、明日もう朝一でリアタイで見るんで、で、大会終わったら、一応即感想もろもろアップする予定なんで、なんで、ネタバレ食らう確率が非常に高いので、明日9時から開始なんですよ。 だから大会終わるのがまあ1時、昼の1時前後ぐらいなんで、だからまあその時間帯以降にえすぐアップする予定ですね。もしちょっと別で予定入ったりとかしたら、ちょっと動画上げるの遅くなるんですけども、まあ一応すぐ上げる予定なんで、なんでまあネタバレ、思いっきりネタバレしていくサムネとかにするんで、 なんで、まあ、その辺だけあのネタバレ食らいたくないっていう人は YouTube とか,開,か開いたりとか、はい、その辺ちょっと配慮してもらえればなっていう、そんな感じですね。まあ一応事前に告知だけしておきます。はい。まあそんな感じってとこですかね。はい、以上です。はい。まあてな感じでいろいろ喋りましたけども、結局今回何言いたかったっていうと、えー、5月の福岡のカードがまだ発表されてないのは、まあ、このシカゴ大会の結果を受けないと発表ができないから、まだ発表されてないっていうふうなところで、 多分これ内藤選手が勝ったら、ドンタクの内藤選手の対戦相手が誰もいないんで、そうなると内藤対いけど、これが組まれそうな気がする。ってこと。